社マクダーモットによる生き残ったレスポンダーのボランティア用プログラム上級編物資を守れ。レスポンダーのボランティア、つまりあなたには定期的に物資を調達してもらうわ。もし一つでも保管庫が空になったら大変だからね。今回は最初の巡回だから私が道案内するわ。まず下の階に降りて裏口からトリアージセンターに向かいましょう。この訓練ではモーガンタウン空港の周辺に向かうわよ。そこにある保管庫を定期的に補充してほしいね。ボランティア、トリアージセンターには特にひどい状態の負傷者が来るから、ここの物資は常に不足してる。補充したら駐機場に向かって。レスポンダーのロッキーが処理キャンプにある貨物コンテナで待ってるわ。ここまではいい感じよ。負傷者の間を歩いてただ棚に補充していくのは辛いと思うけど、それがあなたの仕事。彼らは他のレスポンダーが面倒を見てくれるから大丈夫。信頼関係が大事なの。つまり私たちが皆無事なら何でも再建できる。世界はまだ破壊されていないのよ。助けが必要なだけ。とにかく次の保管庫には鍵が必要なの。レスポンダーのロッキーから受け取って、弊社に言われて巡回していると伝えれば大丈夫。
療センターに向かいましょう。急いで巡回を済ませれば、レスポンダーデータベースに締め出されることはないわ。処理センターはトリアージセンターから戻ってきた生存者の食料と水の置き場に使っているわ。だから物資を絶やしてはダメよ。物資を十分に保つのは本当に大変なことよ。スコーチが、いや、爆弾が落ちて以来ね。ずっと昔に思えるわ。生徒たちにはこう言ってた。どんなに厳しい状況でもやり抜くほどのタフさがあれば切り抜けない。あなたもそうよ。でも付け加えると、やり抜くには物資と援助も必要ね。何もかも一人でできる人はいない。 OK、 じゃあ診療所に行きましょう。ここに来たら何か欲しいものはないか医師に聞いて、それが済んだら最後に管制塔に行ってもらうわ。もうよく分かっているでしょ。生き残るためには物資を定期的に補充する必要があるの。それにこの状況が解決する気配はまるでないわ。管制塔は駐機場にある。そこが巡回の最終地点よ。プログラムを完了できて本当に嬉しいわ。こうやってたくさんの優秀なボランティアを育ててきたの。ダッサはフラットウッズで頑張ってるわ。難しくはなかったでしょ。保管庫に補充するようにミゲルがプログラムしたロボットが何台かあるけれど、それではまだ手が足りないのよ。さ
最終目標はボランティアたちに少なくとも1回は正式な上級トレーニングとして巡回してもらうこと。あなたが手を貸してくれると助かるわ。レスポンダーデータベースにログインしたら他の保管庫も確認できるようになるからね。ありがとうボランティア。そして忘れないで、情けは人のためならずよ。